はい、今日は2011年度の1月、高1の進研模試です。生徒に質問された部分です。もう問題ですね。はい、じゃあ行きましょう。じゃあまず各1番。丸1より、2つ解いてください。これの回答はこの丸2。で、これの回答は丸3と。で、2と3の共通範囲だから、x はマイナス2以上、2分の7未満ですね。ここのとこと。いいかな、そこまで。で、カッコ2番。カッコ2番。a がマイナス3って言ってるんだから、じゃあ2番に代入して、回答は x はマイナス3から2の範囲だと。で、もう一個の問題。a がルート2って言ってるんだから、2より項ですね。お互いルート2で割ったら、x はルート2よりちっちゃくて、2より大きいと。じゃあさっきの1番の回答を、点点点4にしてるから、1番の回答と今のやつの共通範囲で、こうですね。ちょっと汚いけど。ここの斜線部分。で、整数答えないといけないので、整数は結局、マイナス2、マイナス1、0、1までか。で、あとここで3っていう整数がありますね。だから回答は、マイナス2、マイナス1、0、1で3ですね。それが回答と。そこまでが2番。で、3番がちょっとややこしいんですね。3番が。3番めんどくさいですよ。3番が、まず A が負の場合と。負の場合と正の場合でいきます。負の場合、2番は、こういう式になるから、x は a から2ですね。で、ちょっと a がどの辺か分かんないけど、まずマイナス2から2分の7分かってて、a がまあ負だから0より左か。で、大体こんな感じ。で、共通範囲ここと。で、a がね、結局マイナスであれば、どこであっても、この a が0より左かだったら、どこでも、結局ダブリっていうのはこの1しかないですね。プラスの整数だから。ということは、この時、共通範囲に含まれる正の整数は1のみだから、代に適する。だから、A が負だったら、どこでも、A が負だったら、A はどこでもいいと。だから、これはもう、回答と。A が負っていうのは。で、今度、A が正の場合と。A が正の場合なんですけども、2番目。A が正なんだけど、0から2よりの間だったら、2番の式はこうなりますよね。そしたら、X は、a よりちっちゃくて、もしくは2より大きいと。だからこんな感じ。a がその0から2の範囲で、で、a がこの辺ね。こう、こうで、こうで。w はこことここなんだけど、正の整数だから、正の、あ、そうか、そうか。これ w だからこう、w らせるんだっけか。こうなんだけども、a は0から2でいいんですよ。でも、a がね、この辺だって、たらまずいですね。なんでかというと、3っていう整数がもうすでに答えとして出てるので、A をこの辺にも1より右側に持ってこられると困りますよね。A は0から2って。ということは、A は、この1の真上、1の真上だったらいいですよね。まあ、答えこうなんですけど、1の真上だったら、これ白丸だから、1は入らないと。で、ずっとこう来て、0より左、右側か。だったらいいので、じゃあ回答は、a が0から2の範囲のときは、0小なり a 小なりイコール1となればいいと。これが2つ目の回答と。だから a が、ここの真上ならいいんだけど、こっちに来ちゃダメだよと。そしたら1っていう整数が回答になっちゃうから、回答2ですね。で、今度次、a が2の場合と。2の場合は、こういう式になって、x は2以外の全ての実数だから、さっきのマイナス2から2分の7と、あとは2以外だからもうたくさんありますね。2以外だから。あ、たくさんやねんか。正の整数だから1も回答になっちゃうし、3も回答になっちゃいますね。だからこれは不適と。これは不適と。で、4番目。a が2より大きい場合と。そしたら、x は2よりちっちゃい、もしくは a より大きくなるので、だいたいこんな感じですね。マイナス2から2分の7の範囲で、2よりちっちゃい、もしくは a より、だから a が2より大きいんですよ。2より大きいと。で、w がここと、ここなんですけども、ですね。ここはもうちょうど1しかないですね。これ2は入らないんだから。プラスの整数は1しかないって回答。あと、こっちは a が2より大きいだから、辺に、この辺にあると、こうなって3が回答になっちゃうので、だから、答えこうなんですけども、3の真上だったら、これ白丸だから a が。a が白丸だから3の真上は大丈夫ですね。で、さらにこっち来ればいいと。つまり a が3以上ならいいと。
ということで、以上答え3つです。答え3つ。結局まとめると3番の回答は A が0未満の場合、もしくは A が0より大きくて1以下の場合で、3つ目 A が3以上の場合、その3通りが括弧3番の回答です。いいですかね。はい、じゃあ以上です。